Hola. Buenas tardes. はい、今日はお世話になったホストファミリーに手巻き寿司を振る舞います。手巻き寿司と照り焼きチキンね。あ、そうですか、はい、手巻き寿司はね、ホストからのリクエストで、うん、手巻き寿司の作り方を見てみたい、やってみたいっていうことだったので、うん、今回やってみようと思います。手巻き作ったことある？でもあんまりないな。普段さ、手巻き寿司ってさ、なんか小さくして、うん、ここに自分で米入れてこうっていう感じだけど、ね、多分彼らがイメージしてるのは太巻きで、ね、こうカットしてっていうやつだから、うん、それに合わせて今回はね、作ろうかなって思ってます。うん、ちゃんと YouTube では予習しました。予習。頑張って作っていきたいと思います。はい、じゃあ私たちの3分クッキング、3分なわけなんですね。30分クッキングかな、はい、見てください。気にしていきたいと思います。じゃあね、Google トランスリートで解読してます。寿司ライス、寿司ライス、マグロズパラ寿司、マグロもね、使っていきます。ちなみにね、マグロ酢生で使うっていうかは焼き目をつけてね、うん、こういう感じでねやっていきたいと思います。酢のマヨを作ってみます。油をしっかり切って、うん、大事、かずましや。スプライトをみりんごろにしてます猫ちゃん、そうだよね、これはシーチキン缶なんだよ。カズマ、ツナに興味を示してる。そりゃそうだよね。あ、カニカマよ、これ危険だ。ごめんね、カニカマはダメなの。かわいい。カズマ、このシーチキン危ない。はい、ダメよ、はい、ダメ。バイバイ。そうだね、それが猫ちゃんのご飯だ。寿司の米をね、炊いています。炊いております。どうしたら中火に変えます。まあ、いよいよメインなのかわからないけど、お肉、照り焼きチキンを作ります。すごいね、鶏丸々だもんね。さあ、ちょっと閲覧注意かも。すごい、確かに若干じゃないね、結構ね、残酷な感じの絵面がございます。確かに、なかなか日本でこうやって買うことないもん。こういう風に買わないよね、お肉。ね、面白いよ。でもやっぱ生き物だからこうだよね、それは。日本だとね、もうすでに何ならカットされて、れ、ね、されて骨も削ぎ落とされてるみたいな、ね、うーん、すごいな。美味しそう。馴染みがある感じのシェイプだね、その子は。あ、レバー、レバー、レバー使うの今回。使わないともったいないもんね。全然やったことないよね、こんな肉をさ、解体したことなんてあんまりない。いつももうね、分かれてるというかパックに入ってる状態だから、ちょっと切るか切らないかぐらいだから。さあ、上手にできるかな。まあまあ、しお名前気をつけて。なかなか難しいです。骨を取るの大変すぎた。私の卵が今頑張ってます。形じゃ無理ですね。海外なので一応割としっかりめに火を通していこうと思います。はい、卵ができました。最後錦糸卵だね。うん、はい、こうと。
ちは肉をね、片栗粉がないのでコーンスターチでまぶしていきます。今ね、炊いた米でお焦げがたくさんできました。めっちゃ美味しい。ね、寿司には使えないから食べていきます。じゃあ、なんと米スナイルって聞いたらあった。しかもちゃんと寿司風になってる。めちゃめちゃ嬉しいです。これでお米やっていきます。照り焼きソースを作っていくんですが、みりんがないのでこのね、スプライトで入れていきます。はい、お、美味しそうな音。おー、美味しそう。照り焼き、はい、めちゃめちゃいい感じ。めっちゃ美味しい。さっきちょっと味見したんですけど、うまみ、すごい上手。いいですね。では私はその間にキュウリを切っていこうと思います。見て、めっちゃでかくない？でもちょっとキュウリすごくない？キュウリじゃあ切っていきます。でもね、この卵をちょっと味見したいということで。お、うん、Bien? Yay! You can eat more. I can eat more. よかった。はい、こんな感じで照り焼きチキンが完成しました。そして、寿司酢とシーチキン、炙りのマグロ、キュウリ、アボカド、卵とカニカマ。で、まあ、海苔ですね。こんな感じで、いい感じに。きたきた気がします。Is it the rice with vinegar? Yes, rice with vinegar. We have many guests and always left this kind of vinegar. Ah, so it's a special kind of vinegar. Yes, little bit sweet. Yeah. Okay. Avocado, cucumber. This is a real.Sushi, Japanese sushi. This is a temaki sushi. Temaki sushi. Because like sushi is usually the like rice bowl and raw fish on the top. But that's like only professional. This is what we do at home. Wasabi. Wasabi. Cool. And then like this, you can roll it. Like give some pressure. This is called futomaki right now. It means like a thick, thick roll. Roll. And then you cut to one piece so that it's easier to eat. まあまあまあ、いいんじゃない？美味しそう。ちょっと切れない。OK だ。I think you can put like this in a line. Yeah, yeah, yeah. And this?Here, yeah? Yeah. I think I If can. If you want, you can add more avocado. Yeah, avocado. Because this will be... Yeah, cutting, so this should, will be empty. Yeah, you have to make line, yes. Yeah. The same line. One line, yeah, same line. Exactly, yes. Exactly, yes, yes, yes. My teacher. My professor. If you want. If you find, then you can make a roll. Maybe egg. Egg? Okay. Yes, 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 it's perfect. Yeah?It's okay? Just, I think a little bit... Downside? Yeah, to... Everything. Yeah, everything. To be yeah, 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 to make it closer so that you can it's roll easier it easier. To roll. Yes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, from here, yes. Yes. Yes, yes. Press it, yes. It's okay? No? More? More. Ah, これ2枚になったら。Ah, sorry, it's my fault. Okay. ごめん。You can roll it here. Yeah, this is possible. Yeah, it's possible. Possible. Yeah. ごめん。It's ready then. It's good. My dish is ready. Nice. Your sushi. You can. Kanye is going to make it. Yes.The guys are cooking. Yes. Yes. The chefs. Ah, yeah, yours is beautiful. With the sharp knife. Yes. Yeah.
cheese. Okay, you can choose. Vamos a empezar. Mm-hmm. 上がりました。いい感じかな。いや、おー、美味しそう。美味しいね。 Do you like it? Yay! よかった。美味しい? It's good? Yeah. Is it good? Is it good? Ah, よかったね。おいしい。Hey. Plum wine. Nice. 梅のしずく。Cool. This song. This is a very nice song because it plays like a.なんで泣いてるんですか。すごいガチで本当に泣いてる。いや、なんかありがたいなって思って、ね、本当にありがたいよね。なんか本当に感動してしまった、ね、クリスマスと年始かダニエルたちがね、あのメリダの方に旅行に行くって言ってて、ね、もしタイミングがあればね、ニューイヤーも一緒に過ごそうって言ってくれて、すごい嬉しかったよね。なんか本当に1週間めちゃめちゃお世話になったし、本当に優しい人たち、本当に優しい人たち、本当に優しい人たち、本当に素敵な夫婦とさ、可愛い娘で、ね、カウチサーフィンで初めて今回の旅でやったけどさ、うん、なんか素晴らしい人たちに会えるね。本当にそう、うん、なんか、まあ、結構今のところ年上の人たちが多いじゃん、うん、すごくこう学ぶことも多いし、多いね。あ、なんかこんな風な人生だったりとか、こんな風な人たちになりたいなみたいなさ、本当にそういう風に思うことがすごく多いよね。多い、うん、金銭的なとかさ、何か物質的なメリットってホストには全然ない。そうだね。むしろね、すごいお金というかさ、ね、かかね、というところではかかるんだよね、うん、ホストするって、うん、そういうお金のメリットとかじゃないところで、うん、こんなになんか楽しいこととか、なんか、なんて表現したらいいんだろう、何かこう受け取るとかじゃ、本当にこうギブをするというかさ、うん、価値観というか生き方ってことなのかな。そうだね、素敵だね。そうだね、素敵だなって思うし、今回さ、旅人からすると何かしら返したいなっていうけど、うん、やっぱりテイクすることが多くてね、お世話になってるよね、うん、だからこそなんか自分たちもね、この旅が終わった後なのか分からんけど、ね、できることやりたいなって思う。ペイドフォワードじゃないけどね、うん、こうギブしていきたいなってすごく思うしね。ということで、ね、急にリサが泣き出したんで動画を回して撮りました。はい、はい、ということでね、リサも泣き止んだので、はい、最後ね、泣いてないし、ね、泣いてたよね、本当に涙です。感動した、いい涙だね、感動の涙。でまずじゃあ作った寿司と照り焼きについて。美味しかった。美味しかったね。照り焼きチキンも、まあ、ちょっと焼きが若干中が赤いところが。赤いじゃね。そうだね、うん。自分たちが食べたのがちょこっと赤かった。そうだね。それもあれだよ、みりんの代わりにスプライト作ったけどさ、うん、全然あの美味しくできたよね。うん。今カズマすごいよ。美味しかった。うん、ね。このまま。ね、料理の力、腕を上げて、ね、どんどん上げております。すごいよ。照り焼きチキンはさ、結構受けが、やっぱいいね。いいよね、うん。めっちゃ美味しいって言って、おかわりしてる。特にレナ、すごい。食べてくれたね。すごい、もう満腹に流れながらも、すごいさ、無理行こうって言って食べてくるっすよね。うん、嬉しかったです。嬉しかった。し、手巻きもね、いい感じにこう。いやー、手巻き美味しかった。うまく巻けたんじゃない?まあ、リサの欲張りだけ覗いて。すごいデブッチョな寿司になって。本当にホストしてくれたね、家族がとロレーナとね、娘のダニエラちゃんが本当にね、素敵な家族で、大体 ね、絶対日本にもまたね、来るって言ってたから、ね、たね、今度は我々がね、いや、ホストするような立場になりたいな、すごく、はい、そんなちょっとしんみり、そうだね、ちょっとしんみりした感じだ ね、だってサンクリが寂しいんだよ。また絶対帰ってきたいと思います。またね、戻ってきたいね、うん、またでも日本食作る系はやりたいね、やるんじゃない、ちょっとこう違う料理とかもまた試したりして、こういうのは結構受けがいいとか、逆にこういうのはちょっとダメだったなみたいな、うん、なんかそういうのも、ね、出てきたら面白いかなと思うので、皆さんコメントでもぜひこの料理作ってみてみたいな、ね、ね、これ作ったら絶対受けいいよとか、うん、こういうの作ったことあるとか、そういうのがもしあればぜひコメントください。アイディア募集してます。はい、じゃあね、またこんな海外日本食品を見たい人はぜひチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい、バイバイ、アディオス、アスタルエゴ、アスタルエゴ。なるほど。おー。
Model Daniela. Oh!